YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。24時間企画です。最近流行ってる24時間企画です。今回ですね、はい、24時間企画をやろうと思って。大丈夫です。もう冒頭でやるよって言ったけど、本当にいいって。俺もういいから、もうこのチャンネル捧げるから、レンタさんに。レンタさん急に捧げた、うん、後ろにほらレンタさんの壁紙貼ろう。もうね、デカデカと、うん、デカデカと漫画で出てきたご飯だけで、うん、いや、もしかしたらそれも内容まだ見てないからわかんないけど、うん、神企画になるかもしれないし、きつい企画になるかもしれない。なるほどね、うん、それを24時間今からやると。そう、はい、お腹空いたなと思ったら漫画読んでもらって、はい、出てくる。はい、わかりました。じゃあ、よいドン。飯沼って漫画を読んでます。うん、だからサラリーマンが一生飯食いつけるっていう漫画する。そうそうそう、ちょっとダメじゃん。あ、漫画読み始めた。あー、お腹すいたなー。漫画読んだら一番最初にカツ丼出てきたなー。あー、お腹すいたなー。というわけで、カツ丼です。食べていいの？はい、いただきます。おいしいね。漫画を読んで、ご飯が出てくるシーンです。むちゃくちゃゆるい企画だな。そう、ありがとう。じゃあ次、お腹すいたタイミングで会いましょう。あー、お腹すいたよ、レカ。お腹すいた、そんな時は飯沼。あ、コンビニ行ってますね。肉まん、お、ピザマン食べてますね。ピザマン確定。そばですね。そば、天ぷらそば。天ぷらそば、はいはいはい。じゃあ、きょうちゃんのご飯はピザマンと天ぷらそばです。知ってたんでしょ。そんな用意周到なわけない。いやいやいや、都合よくね、たまたま買ってきたね、やつを置いてある。たまたまそれがピザマンとたまたまそばだったの、うん、読んでない、チャレは。おお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 お、いや、しかも天ぷらとそばだし、ちゃんと。あ、今から作ってくれんの。そう、ピザマンですね。はい、怖い。はい、ピザマン食べました。じゃあこれもう一個読んだらしたらもう一個来るってことかな。まあそういうことになります。え、ドーナツだよ。ドーナツないでしょ。ない、ない、かい。はいよ、お待ち。すいません、天ぷらそばください。はいよ。あ、天ぷらそば、なんとシンプルで。 ありがとうございます。でした。おはようございます。おはよう。今何時だと思います？18時39分です。どうしたんですか？漫画飯続いてますから。え、読んだ読んだ。ドーナツとコスカル。はい、じゃーん、ドーナツだ。いやー、なんでドーナツを先に食わなきゃいけないんだろうか。順番がドーナツ先だから。特盛りカツカレー、通常の約 2.5 倍って書いてある。でも今日じゃあんまり食べ過ぎちゃダメだ。なんで書いたもん、これ 2.5 倍って。 2.5 キロのカレーだし。いいよ、別に。
来たよ。カツカレーだ。あ、うまそうだな普通に、うん、これ作ったのレカが。早かったな。おお、早かったね、いつもより。久しぶりのカレーだな。でも美味しいね、このレトルト。一貫の最後の方にね、うん、給食でした。給食を作んなきゃいけない。食べるよ。どうもありがとう。ルーばっか食べてないで、ご飯も食べなさい。あー静か、うん、あーごめん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 。24時間経ちましたと。はい、私的に、ええ、この漫画を読み進めて、出てきたものを、食べるというのを、献立に悩まない。普段食べないものを食べるから、すごくいいと思う。こちゃん的にはどうですか？押し切ろうとしないでくれ。私的にですか、はい、今回読んだ漫画はですね、そういうご飯を食べてるシーンをうまそうに見せるっていう漫画だったので、うん、その次々にいろんなご飯が出てきたので、うん、そのレイカの言う献立に困らないっていうのもあるし、まあ、俺はこれが食べたいなっていうのもあったんだけど、やっぱ漫画なんですごく全部うまそうに見えるんですよね、うまそう、うん、だから今回全部レイカ一つも作ってくれないで買ってきたやつ。あー、うん、まあなんかまあ、全部美味しそうに見えるから、うん、これはこれですごい楽しいなと思いました、ね、うん、こういうのを読むっていうのはすごい新鮮でしたね。ね、楽しいよね。そういえば異世界居酒屋などたくさんのご飯系の漫画があるので、みんな見てみてね。大事なことをレイカ言って。はい、電子書籍のレンタルサイトレンタさんが会員500万人を達成。そしてなんとその記念としてキャンペーンを実施。新規入会者様限定、抽選で100名様にお好きなタイトル全巻プレゼント。あと約1万名様に、ダブルチャンス。ダブルチャンスで約1万名様に最大の1巻ですね。うん、1巻プレゼント。3月20から3月25に新規入会した方が対象です。応募期間が3月20から3月25で、で抽選発表が3月27です。はい、これはどんなタイトルでもいいんですか？何の漫画でもいい。全ての漫画を取り扱ってると、世の中の。カッコカッコ、はい、一部、ただし一部コンテンツを除く。ああ、なるほど、びっくりした。なんか、何でもありますよみたいな雰囲気に言うからさ。概要欄にリンクあります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。バンバン。最後的にはさ、本だと考えるでも、何も作ってないじゃん。全部買ってきただけじゃん。